トーマス・ジェファーソン・ハウエルトーマス・ジェファーソン・ハウエルはアメリカ合衆国のアマチュア植物学者である団体タ,タウリン地域であるアメリカ太平洋岸北西部の植,の植物の研究をした植物学者としてサックスドルフやキュジックと共に知られているミズーリ州のクーパー郡に生まれたアメリカ西部への移住を進める法律の下で両親と4人の兄弟と1850年に西部に移住し 1854年にオレゴン州のコロンビア川の中須の装備島に移った。トーマスは6ヶ月学校に行っただけであとは独学で学んだ。父親は医者でラテン語と科学を教えたが家族が装備島からクラッカマス側の下半に農園を開く間も自宅で学んだ。何年かポートランドで食料品店を経営し、1873年から装備島で 最初の郵便局長になった。その後、オークグローブの郵便局長も務めた。オレゴン州に移ってすぐ、トーマスと弟のジョセフは植物学に興味を持ち、彼らが見つけた水草をハーバード大学のエイサグレイに送り、グレイはこれにハウェリア・アキティリーズの名を付けて記載した。1877年から標本館を作り、2152種の標本を集めた。 ハウエルの標本は多くのアメリカの標本館やヨーロッパに送られた。1881年に地域の植物の一覧を発表した。1897年から1903年にかけて北西アメリカの植物を発表した。資金不足からタイプを借り、手摺りの原稿をポートランドに出版のため運んだ。この著作はオレゴン州とワシントン州の植物に関する著作の中で、 最も包括的なリストであった。アブラナカノボーチェラハウリーなど30以上の植物の種の学名がハウエルに懸命されている。ハウエルは植物の学名で命名者を示す場合にトーマス・ジェファーソン・ハウエルを示すのに使われる。ありがとうございます。